深津久子は、日本の元卓球選手。団球位は球団。愛知県ぬかた軍団津町出身。聖火は防災業を営んでいた。七人兄弟の末っ子。岡崎市立奥田小学校、岡崎市立高山中学校、桜川岡高等学校卒業。1963年、慶応義塾大学文学部社会学科に進学。1965年4月。 ユーゴスラビアのリブラナで開催された第28回世界卓球選手権大会に日本代表として参加。団体戦では男女とも中国に敗れるが、不活は女子シングルスで決勝まで進出し、中国の林里司教と対戦した。実力的に一枚上の相手に私が勝てる方法は、ただ一つだけ自球戦に持っていくことだった。私が攻撃をしない限り、 ラリーは50本も60本も続く。そして、双方ちょっとした相手のミスを狙うという、技術というより、精神力の勝負となった。相手より一球でも多く返球したいとただそれだけを、考えた。新聞記者によると100本近くのラリーもあったという。不活は、フルセットの大接戦の末に優勝、世界チャンピオンとなった。なお、この時、銅メダルを獲得したのは、 1967年の第29回世界選手権で団体混合副優勝した山中紀子である。1967年日本スポーツ賞を受賞した。現役引退後は結婚して徳永生となり、香川県高松市で1946年創業の料亭の女将を長く務めていた。2016年7月1日、岡崎市より、 市民栄誉賞が授与された。ありがとうございます。